名古屋骨董祭2022年5月4日5日に行われておりました。5日の最終日の模様です。ご視聴よろしくお願いいたします。それではどうぞ。100万、うん、これ、うん、こういうのこれ 80何万ある。おお、古い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 、それは古いねえ、うん、あ、ちょっとハレーションでよく映らない。これ100万、これは純金ですよ。純金、うん、これ純銀、純銀、銀です、銀。あとここ金、これ銀。これももっとするんでしょ。これは8万。8万、うん、ちょっとなぁ。いくらならいい。いや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 、予算は。いや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 、そんな。古い、うん、明治時代、明治ぐらいですか。そうそうそう、明治大正は。こうだんだんになってんの。そうそうそう、だんだんっていうかね、これに乗せるの。そう、乗せるの、こういうふうに。うん、うん、そうだけ。これとお姫様、お代理様のはこれね。うん、お姫様が乗るのはこれ。あ、これ、うん、これと、これとこれに、これがお代理様です。あ、そうなの。こういうふうに乗るの。へえ。で、飾るの。なんか買った時はすごい高いと思うよ。買った時はすごい高い。でこれあの焼き物で5分で顔をつけてるから。明治。うん。作家さんなども、うーん、作家も。なんか顔が。これでいくらですか。これはこれで3000円。え？3000円。1個？全部で。ひな人形だもんね。そう。いやでも。多分作家さん。3月に行ったんでしょ。うん。でもこれ可愛いから飾っとく人いるもんね。うん、だから全部で3000円だから安いよですね、うん、これあのプラスチックとかそういうもんにちゃんと焼き物だから、うん、顔も焼いて5分で綺麗に塗ってある。へえ、ね、5分がすごい高いもんでね、うん、もう今のひな人形じゃないから、うん、ものすごい顔もいいでしょう。はい、どうもありがとうございました。名古屋骨董祭でした。失礼いたします。ご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。